皆さん、こんにちは。今日はトウモロコシの効能についてご紹介します。トウモロコシは私たちの日常生活でよく見かける食材ですが、その健康効果については意外と知られていません。トウモロコシにはビタミン E と β カロテンが豊富に含まれており、これらは強力な抗酸化作用を持っています。抗酸化物質は体内のフリーラジカルを中和し、細胞を酸化ストレスから守る役割を果たします。フリーラジカルは老化やさまざまな疾患の原因となるため、これを防ぐことは非常に重要です。トウモロコシを定期的に摂取することで細胞の老化を遅らせ、健康で若々しい体を維持することが期待できます。抗酸化作用のある栄養素を含む食品を積極的に取り入れることは全身の健康に大いに役立ちます。トウモロコシにはビタミン C が豊富に含まれており、この栄養素は免疫力を強化する効果があります。ビタミン C は白血球の働きを助け、体の感染症に対する抵抗力を高める役割を果たします。そのため風邪やインフルエンザの予防にも非常に効果的です。日常的にトウモロコシを摂取することで免疫システムが強化され、体を健康に保つことができます。特に季節の変わり目や風邪が流行する時期には、積極的にトウモロコシを取り入れて免疫力を高めることをお勧めします。トウモロコシには食物繊維が豊富に含まれており、消化器官の健康をサポートする効果があります。食物繊維は腸内の善玉菌の餌となり、腸内環境を整える働きをします。これにより便秘の予防や改善に役立ち、スムーズな消化を促進します。特に食後にトウモロコシを摂取することで消化を助け、胃腸の働きをサポートすることができます。健康的な腸内環境を維持するために、日常的にトウモロコシを取り入れることをお勧めします。トウモロコシに含まれるビタミン A とビタミン C は美肌効果が期待できる栄養素です。ビタミン A は皮膚の細胞を健康に保ち、ビタミン C はコラーゲンの生成を促進します。これにより肌の弾力を保ち、シワやたるみを防ぐ効果があります。またビタミン C の抗酸化作用により、肌の老化を遅らせることも可能です。美肌を目指す方には特におすすめです。トウモロコシにはカリウムが豊富に含まれており、心臓の健康を保つために重要な役割を果たします。カリウムは血圧を調整し、心血管系の健康をサポートする効果があります。さらにトウモロコシは食物繊維も豊富で、コレステロールの低下に寄与します。これにより動脈硬化や心臓病のリスクを低減することが期待できます。最後にトウモロコシの料理の楽しみ方をご紹介します。トウモロコシは茹でたり焼いたりするだけでも美味しくいただけますが、その可能性はさらに広がります。スープやサラダ、炒め物、グリルなど様々な料理に活用できます。特にバーベキューやピクニックの場ではグリルしたトウモロコシが絶品です。またクリームコーンやトウモロコシ入りのパンケーキ、コーンブレッドなどのレシピもおすすめです。新鮮なトウモロコシを使ってぜひ多彩なレシピに挑戦してみてください。トウモロコシは抗酸化作用や免疫力の強化、消化のサポート、美肌効果、心臓の健康など様々な健康メリットがあります。日常の食事にトウモロコシを取り入れることで、健康的な体を保つ助けになります。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。